にちは、皆さん、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンじゃない、メリーメリー、もうすぐクリスマスというわけでですね、今回はあつ森実況パート12というわけで、もう12月で12、はい、というわけでね、今回はあつ森実況やっていきます。まあ今回はね、もうすぐクリスマスというわけで、ちょっと私ももかサンタさんの格好をしております。はい、あつ森の中でね。というわけで本日はですね、前回島にじゅんくんと2号を呼んだんですけども、ちょっと今回ね、また新しく住民をね招待したいというわけで、ちょっと離島ガチャやっていきたいと思います。というわけで私ももかの本日の狙い、ちょっと5位まで選んできました。まず5位がモンペ。モンペ、あれめっちゃ可愛いんですよ。なんか見てたらチラッと可愛いのいて可愛いなって思って、はい、モンペで。4、フランソワ。もうこれは結構前からね、可愛いと思ってた。第3候補シベリア。シベリアはもうかっこいいですからね。はい、でちょっとね、うちの島女の子とかなんか可愛い系多めで、なんか可愛い島にしたいって思ってたんですけど、また最近ちょっと系統変わってきて、なんか普通におしゃれな感じにしたくて、なのでね、女の子とか男の子とか関係なく、もう普通にね男女いっぱい入れたいと思って、なのでシベリアと、まああと1号かな、まあ、2号いるから1号もいいねって感じ、はい、と1位がチャチャマルで今回いきたいと思います。で今回はね、チャチャマルっていうか、まあこのね候補の中のもう1人が出たらもう OK にしたいと思います。まあでも最初の方にモンペとフランスは来られたら結構これ迷いますよね、あるあるだけど。で今回ですね、マイルチケット40枚用意しました。ママにも協力してもらいました。まあ今回ね、この40枚一応用意してるだけで、まあ実際ね推しが出てくれれば、早く出てくれればもうそれまで終了って感じにしたいと思います。ちなみにキャラメルさんがね、ちょっと今出て引っ越してちょっと今売り地になってるので、ちょっとそちらのキャラメルさんの秋を埋めるために行きたいと思います。でなんか今クリスマスなので、すごいクリスマス限定の家具とかいろいろね、イルミネーションとか出てるじゃないですか。なので私の島もちょっとね、雪も降り、クリスマスとかのね、ちょっと飾り付けとかもしたり、ちょっとお部屋もね、地下を作ったりとかもしたので、ちょっと軽く紹介してからね、ちょっと離島ガチャ行きたいと思います。それでは早速行きましょう。まあ、サンタさんちゃんとはしご持ってるんですよ、あの煙突から登れるように。はい、じゃあ行きます。はい、ちゃんと雪降ってますね。はい、こんな感じ。まあここら辺は変わってないんですけど、まず入ったらここにじゃーん、アイスキャンディーとかのなんか氷のバーみたいなところがあって、で今日はたまたまあれですね、トタケ系、トタケ系がいて、はい、なんか可愛くね、ここら辺も飾られてるんですよね。でまあこっち側にちょっとなんか謎の広場作りました。このなんか腕がもげてるゾウみたいなのと、ちょっと囲ってみました、鉄みたいな、なんか美女と野獣のお城を囲ってるやつみたいな、鉄で囲ってみました。であとこの橋もね、ちょっとレンガにして可愛い感じにしましたね。このね街灯めっちゃいいよね。まあここら辺はあんま変わってなくて、飾り付けした、まあ、白で雪になると一気に変わって、うち的には雪積もってる時のが好きですね。でこっち側見て、このツリーめっちゃ可愛くない？ずっと粘っててやっとゲットできたんですよ。でこれもともと緑なんですけど、ちょっとねリメイクでゴールドにしました。これは多分夜になったら光るプレゼントボックス、これめっちゃ可愛い。これもリメイクしてちょっと色変えました。でこれトナカイ、これも夜光るやつで、これもちょっとリメイクして白にしました。ちなみにこの下のマイデザはちょっといただきました。でちょっとこっちの奥にもね、ほらプレゼントボックスがここにも1個あります。で私の家はここ、パッパパーン。これ見て、めっちゃ可愛くない？この家のカラー、やば可愛いよね、この色。ここに小人ちゃんがいます。はい、でちょっとね軽く中紹介します。まあ、変わってないところは紹介してないんですけども、はい、まずこちらまっすぐ行った部屋をちょっと変えました。はい、こんな感じでなんか一気に雪感増しましたよね。ほらすごいエベレスト山脈見える家みたいな感じで、なんか結構あったかみがある感じのお家にしましたね。ここにストーブを置いて、この枕の前で座もいただいたやつですね。まあこれはまあまあちょっと変わったかなって感じですね。まあ、本題は地下ですね。やっと私ももか地下を作りました。もうこれで多分うちのお家はもうマックス広がった感じですね。じゃーん、かわいくない？
もうね、ザ・クリスマスのお家って感じにしました。ちょっとメルヘンな感じですかね、はい、こっちはこうやって木があってゆっくりできるスペースで、ここにね、暖炉をちょっと移してあったかい感じにして、あ、ここ面白いな。で、このテント超可愛くない？このテント。このテントを置いて、でちょっとおもちゃ箱と、このツリーもね、さっきと同じやつをちょっとリメイクしてシルバーにしたってやつ。超可愛くない？光るんだよ。はい。で、ここはラブリーな作業台。と、この時計もラブリーな感じ。で、この壁紙もね、いただいたやつですね。マイデザインで。めっちゃ可愛くない？この世界観。このサンタさんが超似合う。はい、というわけで、こんな感じです。はい、というわけで、こんな感じでした。で、最後に夢番地もね、更新する予定なので、ぜひね、最後まで見てください。ではもう早速、もう行きますか。もうバンバン行きましょう。それでは、出発！お願いだよ、もうね。でもこれ一発でね、ちゃちゃまろさん来てもらってもね、動画的に困るんですよね。はい。なのでまあ、3回くらいで来ていただければ、まあ私的にはすごいいいかなって感じですね。まあでもこの今回のね、5個はね、一番欲しいのがちゃちゃまるとかじゃなくて、全部欲しいんで、もう何が出ても嬉しい感じです。レッツゴー。1つ目の島。ああ、桜もが揺れてる。ん？ん？なんだこの島。ああ。なんかこれ、あ、あ、この焚き火が、あ、あ。結構。色合いはフランソワだけど、ちょっとごつめのフランソワみたいな。かわいい。あ、え？なあ、惜しい。なんかかわいいけど、なんかかわいくない？フラン、なんか、部類的にはフランソワだけどさ。さっきからちょっとフランソワ2の方多くない？こういう感じ。桃がある島ですかね。あ、これ滝？ああ、これ多分右の方にいるタイプだよね。この独特な形した島。足を先に見よう。足を。焚き火がある。焚き火があるってことはもういるってことだね。焚き火、焚き火があるってこと、焚き火があるってことはもう、あ、うわあ、かわいい。チャーチャンマル1号シベリアフランスのボンベ、はい、お、同じ島これ、あれ、あ、渦巻き、あ、あ、渦巻き島だけど、あ、馬ちゃんか、なんかすごい美しい馬。ぜひなんか皆さんの推しキャラだったり、この時間帯ってこれで安いよとか、なんかいろいろあればね、ぜひコメント欄で教えてください。まあ今行っても遅いわって感じだけどね。これなんかちょっと層になってない？山になってない？なんかこの形、あ、これうちがあれだ、多分ここうちがパッチにあったところな気がする。さあ、ここちょっと見えるよ、多分小柄な子がいる気がするよ。いっせーのーせ、せーの、あー、鳥ちゃんだ。トールチェーン&ギャッパーナ、なんか忍さんみたいじゃない？これで間違ってさ、来ちゃ、来て、私の島に来なよとか言っちゃった時の絶望感やばいよね。いおり君がフォートナイト始めた。あー、あー、忍だよ、多分忍ちゃんだよ。もう早速見当たるやないかーい。あみだくじいきます。はい、次の予想はモンペ。モンペが出るらしいです。それではこの島、あー、また桃の島だ。あ、あれ、まだ見えない。さあ、あ、焚き火がそこにある。さあ、足小ぶりでいてほしいぞ。小ぶりで足だけじゃなくて顔も見えちゃったってケース。あ、わーお、It's nice。まあ、一回大吉出てる。なんか桃の木の島率高くない？この
さ、次はこっちにある。あ、どこだ。さあ、えやー、さこさん、いやー、たこ焼きだ。お願い、ちゃちゃまるとかそこらへん来てほしい。お願い。あ、かわいい子かと思った、一瞬。あの、アデレーレみたいな。あー、ちょっと微妙だな。見えたしね、入った瞬間見えたしね。お、歩けてる歩けてる。お、いきます、せーの。あれ見えない、左側にいるのか。あ、おにぎりみたい、かわいい。あれー、まーれー、たーもーつ。あ、今ブツブツが見えた。あーた、新しい島だったりしなかったり。あー、桃だ、あ、桃じゃない、あら、あ、マジで貯めるの意外と大変なんで、もうほんといいの出てほしいですよね。そろそろ来て、今来たらすごいいいタイミング、動画的に。もうそしたらもう可愛がります、一生可愛がります。引っ越しなんてさせない、もう一生可愛がります。お願いします。あの、豪華に服とかもたくさんプレゼントします、今のキャンペーンで。はい、お願いします。桃の島意外ともうここら辺から見えたりするから、ちょっと下向いていこう。あれ、桃の島じゃない。あ、もう見えるかも。見上げます、せーの。あー、かわいいけども、かわいいけどちょっと大きい、ごついね、ちょっと。ドナルド、ドナルド、ドナルド、チャチャマルくん来てくれ、マジックスパース。さあ、皆様そろそろ来てほしいので、本当にお願いします。力を込めてください、ここの指に。画面越しに私の指と触れ合わせて。密じゃないですからね、はい。この指にコロナも早く収まりますようにって気持ちも込めてお願いします。みんなで救いましょう、この集まりを。それでは行きます。本当は出発をした方がいいと思うんですが、もう行きます。ありがとう、私も。これできたらやらせじゃないです、これは本当にやらせじゃないので、皆さん本当に先に言っておきます。ちゃちゃまる出てよかった。早めに候補の子が出てよかった。ジロー、ブンゴロ、竹の島です。でも竹の島はね、要注意。このね、この黄色のね、あの飛行機の上とかに出てきたりするからね。ああ、さあ来い。もうこれラストだからねって言い聞かせておきます。ラストだよ、もうこれで出なかったらマジ、あつ森どういうこと、やばくんなよ、マジマンジー。カモン。あ、出れるかと思った。でもその子もまあ可愛いんだよね、一応ね。あ、あれだ、パッチが出たところだ。よ、いいよいいよいいよ。あー、怖っ。はい、行きます、せーの。足、足、足、ちっちゃい足、ちっちゃい足、あ、ちっちゃいけど、あー、チキンラーメン系だ。サーモンみたいな、かわいいね。そろそろ来ないとわしゃ、おいたいなっちゃう。あー、モサ吉ですね。いや、わかりません、嘘です、ごめんなさい。じゃん、あ、
ご飯を食べる。竹の島いたんじゃない？そろそろお願い、金色のね、その船の横から見えるのだけはやめて、本当に行きます。そろそろお願い、ちゃちゃ、マール、あーメープルだ。あーでもさっきの感じだとメープルの次にはいい子が来るはず。でもメープルもいいけどさ、あーいいなー、メープルかわいいなー。あ、アセローラ、待ってすごいこの流れ、ちょっと待って、いい波に乗ってるよ、いい波に乗ってる、アセローラだよ、だって名前知ってるもん。いい波に乗ってるよ、いいよいいよ、ちょっとこの波が切れる前に早く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 、この波が切れる前に早く早く早く、やばい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 、フランス、あ竹の島ですよ皆さん、これは期待大ですね、イエーイ。さあさあ、ちゃちゃ丸きな、もうちゃっちゃと、あ、せーの3、はい、パン、またえ、さっきもいたよね、20回目の時にいた子だよね、あれね、あーっと記憶力がいい、ありがとう。ちゃちゃまるどこいるの、え、いいキャラクターが出ればそれで全てよし。さあ、ブチガラ、あれ、ああー、まあまあ、ねえ、迷彩さん来い、うまー、初だ、ここね、いいキャラクター出がちなんだよね、うちの感じ的には。さあ下を向いていこう、さあ行きましょう。いやー出てほしいよ、ちょっと残ってたって、あと、あ、あーかわいいけども、あー竹の島、竹の島、よしよし、期待大、期待大、お願いだから、フライングは一番寒いからね、本当にフライングはやめてね、いきます、よし、いきます、せーの、じゃん、また、タイガー、いつもの普通の島だけど、ちゃちゃまるはいる、ゴー。はい、というわけで帰ってきました。まあね、まあ、2020年、まあちょっとあの眉毛つながったリスちゃんで終わったんですけども、まあまあ始まりはそれじゃなくてよかったですよね。まあ最後というわけで、あ、間違えた。また2021年はもっとね、素敵なね、引き運でスタートしていけたらなと思います。というわけで最後にね、夢番地を更新して終わりたいと思います。はい。まあ夢番地の番号自体は変わらないんですけど、ちょっと更新して、今の私のこのクリスマス仕様のね、状態にしたいなと思います。はい、というわけで、もちろん島の夢番地更新しました。はい、こんな感じです。はい、まあ、夢番地更新っていうかね、夢を更新したので、ぜひ引き続きまた遊びに来てみてください。はい、というわけで今回は住民厳選40回離島ガチャやってみたんですけども、まあ、やっぱりね、ちょっと私2回連続引けなかったっていうか、推しをね、引けなかったというわけでちょっと残念です。まあね、
まあ、2020年のあつ森実況はもうこれにて終了となるんですけども、また2021年のねあつ森実況はね素敵な運勢でねスタートできたらいいなと思います。というわけでねちょっとね長くなりましたが最後まで見てくれてありがとうございました。もうこれですっごいね40枚離島ガチャするのすごい長いですよ。だからもう1時間半くらい撮影したんですよねこれね。なのでちょっとまあまた2021年も頑張りますのでお楽しみに。それでは皆さんバイバーイ。なんかこうしたらこのキャラ出るよとかあればコメント欄で教えてください。 Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.